三世紀のサルコファガスに彫刻されたディオニューソスの場面。オルディアは古代ギリシアにおいて一部の非義宗教カルトに見られた陶水的な礼拝の形態。とりわけディオニューソスを祀るカルトの儀式学校を呼ばれており、アルカディアでは広く祭祀が行われていた。この祭祀においては、かがり火のそばで羽目を外した仮面舞踏が行われ、ティーターンたちが神々を苦しめたことを想起させるように、 イケが切り刻まれた。オルギアがティーターンたちがディオニューソスをバラバラにしたことを踏まえているとする話は、紀元前6から5世紀の神託編纂者オノマグリトスが構成したものとされている。古代ギリシアの芸術作品や文学作品、また恐怖の著述の一部には、オルギアがヘビ使いと関わっていたことを示す表現がある。ギリシア神話において、 アッティスがキュベレーを祀っていったとされる暴力的なまで、統制的な儀式が示唆するように、また、歴史時代において、自らの意志で自身を虚勢した男性であるが案内、たちがキュベレーの司祭であったことにも反映されているように、オリギアは、形式的な悲劇が整う前の時代から、カルトの信仰表現として存在していた可能性がある。ディオニューソス信仰にせよ、キュベレー崇拝にせよ、 神秘的な高揚感に達した状態を通して、崇拝者たちと神の間の障壁を崩すところに、オルギアの目的があった。ディオニューソスの仮面オルペウス教やディオニューソス信仰の、オルギアに加わるものは、来世についての信仰を表現する独特の埋葬習慣を持っており、例えば、死者には羊毛を着せることを禁じていた。オルギアを行うグループのメンバーは、オルゲオネスと呼ばれ、 その活動は法規制のもとに置かれていた。トラキアの女神ベンディスのカルトは古代ギリシアの初期からアテナイでオルゲオネスたちが組織されていた。オルギアへの女性の参加、また時として女性のみの参加は、猥褻な想像をかき立て、儀式を弾圧しようとする試みが起こることもあった。紀元前186年、共和制ローマの元老院は、道徳的にも政治的にも、 反体制的であるとして、ディオニューソス信仰を禁じようとした。セビリアのイシドールスは、オルギアにあたる、ラテン語はカーミューニであるとし、古代ローマにおける宗教的な秘義が様々な、被災集団によって維持されている、と語源に記した。英語で、ランインランブのドンチャン騒ぎ、とりわけ乱行など性的狂乱を意味する王子は、オルギアに由来する単語である。ありがとうございます。